こんにちは、土の子です。さあ、マリオストーリー、今日もやっていきましょう。今日は、おっと、チャールズがいた。全然気づかなかった。おーい。この先のポカポカロードでゼニノコというやつが道を通せんぼしているのだよ。しかもやつはやたらべったら強いみたいなのだ。また困ったものだよ。仕方ないからなんとかノコノコ村に帰ることのできるぬか道でも探すとするかな。地下水道とか。そうか、ちょっと強いって言ってたね。バッチをよく考えていこうか。アイスの力はもういいよね。トゲも大丈夫。ナイスで防御。2回アイテムもなんか使えそうだな。貫きジャンプ2回アイテム。アイテムを作っていかなきゃいけないね。よし、ちょっと準備でいろいろ作っていこう。まずキノコとカメカメ葉っぱで緊急キノコを作れ。よっしゃ。そしてファイヤーフラワーと卵、確かなんかいいのが作れるって言ってたよね。よし、OK。 何ができるんだろう。まあ任せや。卵爆弾。卵爆弾、もしかしてあの卵の中にファイヤーフラワー入れたの。嘘だろ。さあ、あとはあと合成できるのあるかな。スーパーキノコ、あー、ないか。あ、甲羅の敵をひっくり返す、これいいんじゃない。ゼニノコだもんね。で、あとはストーン帽子。わ、コインちょっと結構いるな。目回しとか効かないかな。ボスだからやっぱ効かないかな。ストーン帽子もう一個ぐらい買っとくか。よし、これ結構もういけちゃうんじゃない。どうなんだろう、どういう敵か知らないんだけどね。ただ貫きジャンプ、亀だから防御力が多分高いんだよね、きっと。貫きジャンプで攻撃を与えて、でもし防御力が本当にすごい高かったらアカリンとかでなんとかいけちゃうんじゃないかな。さあ、まあセーブもしたし行っちゃいましょう。おっと、ちょっと待ち、アンさん出た。いい天気でおますな。ワイはゼニノコを注文ですわ。どうか一つお見知りおきを。そこを通りたいんやったら100コイン払ってもらいましょうが、払わんちゅうのやったら通さへんで。世の中ゼニゼニゼニでっせ。戦う。アンさん、ワイとやる気でっか。せやけど多分ワイがアンさんをボコボコにしますぜ。はっきり言ってワイはめちゃめちゃ強いですからな。それでも戦うって言うんでっか。戦う。そこまで言うんやったら仕方ありまへんな。ちと痛い目に遭ってもらいまひょか。さあ、どんなやつなんだろう。まずちょっとね、物知りをしたいので、そうだな、まずは普通にアイテム使ってパワーブロックで倒していきましょう。どんぐらい倒れる？ポン！よしよしよし。で、ちょっと物知りでどういう相手かを見ていく。さてさて、物知り。ゼニノコだよ。とってもがめついやつみたいだね。最大 HP 70?70 もあんの？攻撃力は10、防御力は6だ。時々甲羅でオイラたちを踏みつぶす攻撃もしてくるんだ。甲羅での攻撃力は3だよ。オイラたちを踏みつぶす、あ、ということは後ろのキャラもやられる。この攻撃は後ろにいるオイラたちもやられちゃうから、うまく防御してね。どうにかひっくり返しちゃえばあいつの防御力が下がるから攻撃のチャンスなんだけど。こいつひっくり返った状態から起き上がるとき、そのまま攻撃、起き上がってそのまま攻撃してくんの。それにしてもでっかいノコノコだね。なんでも昔はノコノコ村に住んでいたんだって。マジかよ。ということは次起きるってこと？やべえ。やっべえ、ナイスで7。激ヤバじゃねえか、マジで。ちょっと待って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 、どうする。まずおぷくさんで水の守りをつけよう。よし、いくぜ。よし、まずは守り、オッケー。さあ、70ってきついな。どうする、眠るかどうか。うーん、眠る。どうしよう。20回復も悪くないんだよね。眠れば美味しいけど、
眠らねえかな。眠るかちょっとやってみるか。子守唄どうだ。ラララララ眠れ。よし眠るじゃん。お眠れば楽勝楽勝。いけるいける。そして防御力6でしょ。だからアカリンをやる。別にいいよね、 FP は使わなくてね。いくぜ。はい、よし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 、いけるぜ。これ眠らしてたらいけるんじゃね。で貫きジャンプでずっと攻撃。あー、ということは、うわ貫きジャンプしても3か。水の守りはいらないね。起きたらすぐ眠らせる。もしかしたらでも眠りが失敗する可能性もあるんだよな。これはちょっと先にアカリンを攻撃させて。よし、悪くないぜ今んとこ。おい起き上がる。あ、起き上がってすぐ攻撃してくんじゃなかったっけ。あ、でもこれで眠れば OK。 どうだ、まだ焦る時間じゃない。起き上がってもまだ耐えれる。さあ眠れ、眠りなさい。やったー。おい勝てるぜこれ。結構楽勝目に勝てた。眠り OK か。よし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 、貫きジャンプもあったらもう結構いけるね。せい、やったぜ。ほいよほい、ビリ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 ピン。いやなんか全然怖さを見せず、あれ、あ間違えた、貫きジャンプするの忘れた。ナメプが発動しちゃいました今ね。さあ終わらせるか。はいよ、勝ちました。ずっと星の精たちの力で、勝ちました。ワイに勝つとは、アンさんめちゃくちゃ強いでんな。ワイの負けですわ、ほなさいなら。かわいい、勝っちゃった。ね、眠らせ技で勝っちゃった。やった、眠りが成功したらそりゃ勝てるね。さあそしたら次はこっちじゃなかった、花の種をゲットするためにカラカラタウン行きましょう。よし、まずサンデールの占い屋にちょっと行ってみたいな。あらクイズがある。よしクイズやっていこう。なんだろう、クリハウス、窓は全部で、うわやっべ。わかんねえ、2つ適当。やっちゃった。やっちゃった。栗村窓いくつだったんだろう。あこっちか、あった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 。ここだけの話だが、この姉ちゃんにまじないをかけてもらうとバトルでいいことがあるんだ。攻撃力がアップしたり、もらえるコインが増えたり、他にもいいことがあるんだ。ただしまじないの効果はバトルをするために必ず現れるってわけじゃない。まじないは便利だけど気まぐれなものなのさ。どれどれ。ハロー、ようこそ、ご機嫌いかが。私の名前はサンデール、砂漠のキュートのまじないし。ここに来るなんてとってもラッキー。私はまじない得意なの。まじないすれば不思議なパワー、ピキンと聞けばベリーラッキー。あなたもどうです、かけてみない。はい、それならグッドでナイスだわ。コースを選んでハッピーになって。あなたが選ぶのはどのコース。スペシャルコース。どれにしたらいいんだろう。普通のコース、スペシャルコースにしようか。私はいいわ、あなたの準備もいいわね。それじゃあ行くわよ。何してくれるんだろう。お、なにこれ、ペラリ、なに、不思議なパワーであなたもハッピー、グッドなバトルをエンジョイしてね。嫌な相手が来ても OK、 私のまじない聞くからラッキー。それじゃあまたね、次に会うまでさようなら。え何が起こったの。おい何が起こったんだ。ただしまじないバトルのするたびに必ず現れたわけじゃない。なんかもうかけてもらったってことだよね。でたまに発動するみたいな感じなのか。今の何が発動するようになったのか全然わかんなかったぞ。
あとはカラカラタウンの砂漠、砂漠でやり逃したことを全部やっていこう。あ、ある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 。まずここだ。よいしょ。何これ。逃げてももらう。ほい。あ、これだね。上がってって。おーっと。やっつけスピンバッチ。お、ここにあるんだ。終わったよー。おや、あ、ここか。おー、ほんとだ、落ちてきた。栗村の栗爺への手紙ゲット。これ、入ったすぐの場所だね。そしてこれか、叩くの。お、え、これをずっと叩き続けるってこと？ちょっと叩いてみるか。あ、あ、わ、これ90回叩くの？大変だな。ブーブー叩くたんびブーブー見るからちょっと手がしびれた。出てくるかな。どうだ。90ってまだ。うわー、90って長いな。まだかな。カットが出てたらいいのに。まだ50と、あ、出てきた。これがスーパーキノコ。やった。そしてこれがキノコ、普通のキノコ。そしておお、ユウ、ウルトラキノコ50回復。あ、あ、ちょっとキノコ、普通のキノコをちょっとお捨てになるか。よっしゃー、ゲット。ん、こんなとこ行ったことあったっけ。いた。結構早めに見つけたな。は、私に話しかけてくれました。うわ、嬉しいです、感激です。フラワーランドからやってきてずいぶん長くここにいますが、あなたが初めてです。みんな私には気づかない、黙って咲いているだけだと思い込んでいるみたいです。話せて嬉しいからこれあげます。私の種です。お会いできた記念です。不思議な種ゲット、よっしゃ、大事に育ててくださいね。これで全部ゲットしたね。じゃあ汽車に乗って帰るか、もうここまで来たんなら。あ、まだ叩いていいかな。ふにゃー、叩かないでよ。あ、タンコブゲットしたら、そういや何か捨てなきゃいけなかった。どうしよっかな。何が起こるかな、をちょっと捨てちゃうか。1だしね、これね。テレさんとこ行けばいつでも買えるから。おや、ここにもある。ここにあるな。どっち側だい。ここちょっと白いから厳しいね。おっと、ほい、出てきた。さあ、これで揃ったはず。戻ってきたよ。あー、種をもらってきてくれたのね。さあ、どうなる、どうなるんだろう。なんか道ができたりするのかな。ピカーは花の量がすげえ少ない。あんだけ花があるのに花の量少なかった今。キャーハト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 、お花が咲いたと思ったら扉が出てきたわ。きっとこの扉からお花の国フラワーランドに行けるのね。マリオさん、フラワーランドのお花さんたちをどうか助けてあげて。よし、行くか。この子は行かなくていいの？行くぜ。わっ、なんか後ろ透けてたけど行けるんだ。ステージ6、花と雲に包まれて。え、なんだろうこれ。ボスがわかんないな。5はファイヤーパックンだと分かったけど、ファイヤーフラワーって今言おうとしちゃった。ほっ、入ってきたのは誰じゃ。お、わあ、こんな人がいっぱい。ほほほ、ここじゃここじゃよ。わしはコボック、木と花と草たちの国フラワーランドで一番長く生きとるものじゃ。お主はマリオというのじゃろ。噂は聞いておるぞ。星の精たちを救い出そうと頑張っておるのじゃろう。
お主が来たということは星のせいの誰かがこのフラワーランドにおるのじゃな。わしも探すのを手伝ってやりたいのじゃが、いわやまやまなんじゃが、今はそれどころではない。このフラワーランドは大変なことになっとるんじゃよ。オズモーンとかいうやつとその手下ものが手下どもが最近このフラワーランドに来よっての。やつらの作る雲のせいでフラワーランドはいつも曇り空になってしもうた。これでは太陽が空に昇ることもできん。わしらはぐったりしておるんじゃよ。そういえばそのオズモーンが何者かを捕らえているという話を聞いたが、わかったぞ。おそらくそれがお主が探している星のせいなのじゃよ。なるほど。ほえ、お主がオズモーンをやっつけてくれるとな。そいつはフラワーランドにとっても願ったり叶ったりじゃが、しかしマリオよ、オズモーンは雲の上におるのだ。どうやってそこまで行くかじゃ。そうさの、熊の上まで伸びる豆の木の種でもあればなんとかなるんじゃがの。お、豆の木ジャック。はて、そういえばどこかに豆の木の種を持っている花がおったような気がするの。そうじゃな、確か花子という名前じゃった。ここから東に行ったところにおるはずじゃから、行って頼んでみてやどうじゃ。他のフラワーさんたちにも役に立つ話を知っておるかもしれん。さあ、ちょっと話しかけていこうか。花子と会いたい花。あの花はちょっと変わっている花。種を集めるだけ集めてちっとも育てない花。種のままが好きなんだ花。種マニアなんだ花。なんか種マニアっていいな。花子、あの種が好きで集めてるっていう種マニアの花子。それならここからまっすぐ東に行ったところにいるよ。へえ。なにゃるほど。東、あ、これなんだ。これも土管が後々できたりするのかな。東に行ったところ、フラワーランドは曇りばっかりで嫌になっちゃう。少し前まではこんなんじゃなかったのよ。オズモンが来てからよ、太陽がないとまるでダメなの。みんな希望を失ってすっかりしおれてるの。それは大変だ。分厚い雲を空が覆っていて太陽が昇ってこないのです。太陽さえあれば私たちはどんなところでも生きていけるのに、ほんのちょっとの光もないなんて。雲を作るのがいけないなんて言うつもりはないんですよ。ただほんのちょっと私たちのための隙間をどうして残してはくれないのかと。あの雲が恨めしい。そんなでかい雲なの。あ、待てよ。あ、スーパーランクになれるあそこで。ちょっと待って待って、東だからこっちではないんでね。お、なんかやっばそうなのいるぜ。じゃあ話してみるか。ゆ、大将、どこへ行くんでやすか。花子ね、花子はここからまっすぐ西に行けばいるでやすよ。キキキキ。嘘言ってんなこれ。おっと、これ以上はいくら聞かれても教えれるにいな。嘘言ってるだろう。お、これは、こんにちは、私の赤い色素敵でしょ。何あなたここ通りたいの。ダメよ、ここは私が閉じているの。通りたかったら何か私が気に入るものを食べさせてくれなっちゃ嫌よ。え、なるほど。ここでむやみに何かあげるのは良くない。通らせてくれな。結構行く道あるね。あら、これも同じじゃない。いろんなとこが通れないようになっておる。お、星のかけらがある。なんだこれ。絶対ダメだ。よし、ほら、シャボン島。お、なんで俺の名前がシャボン草だっていうかって。シャボンの実をくれたら教えてあげるんだけどな。おっすおっす、オラ悟空みたいな言い方だったな。シャボンの実を欲しい。ほほー、なんかわがままさんが多いぜ。ここはここは、あー、閉じてる。なんかみんな閉じてるじゃん。ボンジュールマリオ、君に会えて嬉しいよ。私はこの門の見張り番だ。この門は誰でも通れるわけではない。天才的なセンスを持つ私を占わせるような食べ物を持ってこなければいけないよ。できるかな、君に。なるほど。なるほど、なるほど。あれ、敵？まさか。あの花みたいなの。なんかどこにも行けないんですが。あ、絶対敵でしょ。どれどれ、ちょっと物知りをやっていくか。パンジーさんだよ。可愛い顔してるけど一応敵だよ。最大 HP は8で攻撃力は4、防御力は0だ。歌を歌って攻撃してくるんだ。歌を聞くと眠くなるから注意してね。自分の HP が少なくなると逃げようとするから一気にやっつけちゃおう。歌を歌ってくるのかな。ぴょんぴょん、ホップステップ、じゃん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 。いつが攻撃タイミングかわかんねえ。あ、行って
全然読めねえぞこれ。ハチだよ。見た通り大きなハチだよ。最大 HP は3で攻撃力は6だ。針に刺されると毒を受けることもあるんだ。それに小さいハチを呼んで攻撃させたりもするからね。小さいハチに攻撃されるとマリオが小さくなることがあるから注意しないといけないよ。どういう効果？なぜ？なぜだ？うわ、なんだ？さらに攻撃力がアップしたぞ。すげえアップしてる。一発で6も食らったぞ。こっち、ここはまだ進めるな。なんかもしかして怒ってる？赤い実ゲット。なんだこれ。おお、びっくりした。叩こうと思ったら、ふにゃろ。あれ、あんた私に話しかけたの？だったら聞いてよ、かわいそうな私の話を。太陽が出なくなってから私もみんなもヘナヘナ、ちっとも元気が出ないのよ。太陽がなくちゃ悲しいことばっかりだわ。あのホリモグラのチョロブーが私の根っこをかじるのよ。あー、かわいそうな私。根っこかじられてんの、かわいそう。せっかく集めた私の種もこのままじゃチョロブーのご飯よ。ねえあんた、元気に動けるんだったらチョロブーたちをやっつけてくれない？うんうん。ちなみに私と種をかじるチョロブーっていうのはね、こいつと、え、違うの？こいつと、そんでもっとこいつと、全員じゃん。こいつも、こいつはまあ別にどうでもいいかな。それじゃあよろしくね。こいつは、こいつは、なんだこいつは。ちょっとどうやって倒、よし。さあ物知りをやっていこう。フラワーチョロブーだよ。フラワーランドのチョロブーだ。最大 HP は12だ。意地悪そうな顔をしてるけど大した相手じゃないと思うよ。12って結構だるいね。ちょっと星の精使うか。お姉さんのキス。もう HP 回復しとこう。どんなの？星の精よ。あら、かわいい。本当に？チュ、あ、やった20回復。イエーイ。お姉さまのキスをいただきました。本当に大した相手じゃない。これちょっと倒すか。倒し、あ、なんかかわいそうになってきた。倒さなくて必要、倒す必要本当になかったな。あのきらめきパンジーさんかと思った。全く意味なしのパンジーさんを倒してしまった。いらぬ殺生をしてしまったな。よし、どうですか。あ、にっこりしてる。やったー、シュシュー、どんどんパッパッパッ。チョロブーたちをやっつけたわ。ありがとう、あんた強いのね。俺に、私が2番目に大切にしてる豆の木の種をあげる。豆の木の種ゲット。早く植えと言わ、植えてくれと言わんばかりにピクピク動いてよ。ちょっと気持ち悪いな、ピクピク動いてんの種が。え、そうよ、私の名前は花子よ。種マニアの花子、よろしくね。ところで今あんたにあげたその豆の木の種だけど、育てちゃダメよ。なぜって？種のままの方が自由でしょ。どこかに植えられて芽を出しちゃったらもうそこから動けなくなっちゃう。そんなのかわいそうじゃない？絶対に豊かな土や美味しい水なんて与えないでよ。あ、想像したくない。私の可愛い種から芽が出てニョキニョキ伸びて、それからそれから、いやなるほどね。あ、でもあんたにあげちゃったんだもの、好きにしてくれていいわ。美味しい水と豊かな土が必要なんだ。お、こっちにまだ行けるぞ。おろろー、おろろろろろー。なんだ、何がおろろん。きらめきパンジーさんじゃないよね。もうそればっかりが頭にあるんだけど。あ、この中に何かいるのか。はっ、ちょっと待って。に何にもないかな。あかりんでは何もなし。何かあげればいいけど、赤い実じゃないでしょ多分。
これはまた後々じゃないかな。おお、スターポイントが増えた。いいね。この上には行けないのかな。あれ、次はどうしたらいいんだ。種もらったけど話しかけたらいいのかな。おーい、これでもどっから話したらいいんだ。あれあれ、どうしたらいいのかわかんないぞ。いい土が必要なのよ。土に栄養がたっぷり。やっぱり、あ、あそこに植えるってことか。うんと大きくなった植物は落ちた葉っぱを肥料にして土に栄養を返すの。葉っぱの栄養でここまで育ったのよ。なるほど。太陽の光がなければ新しい種が芽を出すこともない。このまま太陽が昇らなければいなくなっちゃいます。ここにえここじゃないの、植えるとこ。なるほどなるほど、この人に話聞けばいいのかな。よっ、スーパーアイドル、いいこと教えてあげるでやんすよ。3つ並んでる木を見つけたら左右真ん中の順番で叩くといいことがあるでやんすよ。って本当の本当でやんす。こんなに教えちゃっていいのかな。これ以上は秘密でやんす絶対嘘だろ。ということはなんか叩いたらいいことがあるけど順番は多分違うんだろうね。ということでちょっと1時間経っちゃったんでここで終わっとこうかな。とりあえずちょっと今からどうやって進むのか。赤い実を手に入れたから赤い実とかをもしかして何かにあげていけばいいのかもしれない。ということで、よかったらねまた次も見てください。今回ゼニの子を倒せたのが良かったかなちょっとまさかの眠りが効いてね、すげえ簡単に倒しちゃいましたけど、あれ普通に戦ったらクソ強いだろうね。ということでまたよかったら次も見てください。土の子でした。